球番組なんですけど、まあ、まあ、とりあえず、あ、僕もしてないです。で、まあ、とりあえず、まあ、メンバー紹介で、今日は半分以上まこっちなんで、多分してると思いますが、今日ベースはまこっちです。で、それから、ドラムは矢沢さんです。それから、ギター棒で、まあ、小屋です、ね、あ、僕は小屋です。よろしくお願いします。で、次の曲なんですけど、まあ、リバースという曲です。朝みんなで朝ごはん食べに行ったんですよ、ガストに。おー
するときに、そうですね、ゆで卵ですね。まあこう一人一つ注文しなきゃいけないということなんですけど、って言われて店員に、まあその時に、まあ、こっちが50円しか持ってないみたいに言い出して、なんで来たんだよ。まあその時に、じゃあゆで卵って言って、で店員さんがちょっと困って。まあなんかそれはオプションでつけるメニューですみたいな感じで言われて、そうだな。まあまあそれで一番安いのがフライドポテト、こちらのなんかデザートのケーキみたいになりますって言われて、でもまあこっちはまあもう掛け持ちは多すぎても練習しまくってるんで、もう寝てないですよ、もう全然。もうなんかオールしまくっててフラフラなんですよ、もうまあこっちは。いや朝も何も言ってないじゃん、今日で何の話やねん。なんでまこっちはお茶を先に。で、その時にデザート指差しながらフライドポテトって言ったんです、はい、そんな感じです。面白い。面白い。まあ、次の曲でもう最後になってしまうんですけど、よし、頑張りました。ナイスポイント。でまあ、違う、まあ次の曲最後なんですけど、まあちょっとね、2曲目で、まあ、全然歌えなかったんで、まあ、次挽回できるように頑張りたいと思います。